回った勢いなのか振動なのか分かんないんですけど、突然その中のトイレットペーパーの芯の部分、止めてる部分がパー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 、メリーさんの羊を鳴らすんですよ。あれと思って見ると、なんか電子センサーみたいなのが入ってて、それが鳴るんですね。で、鳴ると同時に中の芳香剤の芳香物がファーッとちょっと香るみたいな仕組みになって、ああこんなん入れてんだって、こんなん入れてんだって、もうちょっとうちらの給料上げるよと思いながら、紙にこうまたちょっと戻して、で行ってきましたって、なんかなったって、うん、あれなりましたねって、なっただろうって、あ気持ち悪いんだよって、そうですかって、いやさ、こないだからね、ずっとあれ誰もいないのに、なんか突然パー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 なるんだよ。だから突然入り口の自動ドアがガーッと開いたらしいんです。今の自動ドアなんかはね、タッチしたりして開けるようなと思ってるんですけど、当時はその人が通ったりするとガーッて開く自動扉なんです。それが突然ガーッて開いたんです。えっと思って立ち上がってみるけど、人なんかいないんです。もちろんそのドアの向こうはエレベーターホールなんですけど、エレベーターが開いた気配もなければ、そこのように人を通った気配にもない。だけどセンサーは反応して開いたんです。えっと思って見てたんだけども、誰もいる気配がない。そのうちゴーゴンゴンします。で2人でこうやってやって、まあ作業してて、でまあ、とりあえず午前中の仕事が終わって、ちょっと2人で食事行こうかって、飯食ってたら、って、どんなに、今日はあれですよね、2名で聞いてますよね、と、2名で聞いてるよって、向こう側の車の向こう側にもう1人いますよね、え、向こうに1人いますよね、そうか、いますよ、僕だって見ましたもん。でお昼食べ終わって現場に行ってみると、やっぱり僕ら2人なんです。で監督に、今日何名でしたっけって、2名だよ、あそうですよ2名だって言って、あれじゃあ見間違いかなって、でやってるわけです。とまたその子がふって僕のそばに寄ってきて、います、え、車の向こう側にいますって。で僕はこうやってるんで動けないわけです。でちょっとタイミング見て見てきなよって言って、分かりました。でしばらくしたら彼がフーって言うな。でしばらくまた戻ってきて、いませんでしたって、あいなかったのって、はい、だけど今います。え、道が混んじゃって来るのが大変だし、中途半端に寝ると体力持たねえじゃねえかよ、だから夜の2時ぐらいに終わったらその足でここに来て、で3時とか4時に着いて、で5時6時まで仮眠したらやって、で、終わって、お昼前に終わって千葉に帰って、そこからゆっくり夜まで寝て、向こうの夜の8時からはやるようにしてるんだって。向こうはさ、ここと違ってちゃんと車がたくさん通して人も通るから、あ向こうは8時からやんなきゃ、夜の8時からやんなきゃいけないから、だったらこっち早くやったっていいじゃん。だってみんな死んでんだもん、周り。死にに口出したら文句言わねえもん。大丈夫、大丈夫って言って、もうどんどん早くなる。見てたら、右側でなんか影が動いたんですよ。え？と思って振り返ったら、自分の読んでる小説を、ここ、サザエさんのお父さんとか被ってる、この山高なんとかって帽子あるじゃないですか。それかぶった背広のお父さんがこうやって僕の方に覗き込みながら、これは心ですよねって言うんですよ。夏目漱石の心ですよね。誰かいるはずないんで、えっと思って、あのって立ち上がってみたら、もうそのおじさんいないんですよ。でなんか気のせいかなと思って、で周り見てたら、フロアの一番奥の非常口のところにそのおじさん立ってるんですよ。
一瞬で。で、非常口カチャって開けて、外出てくのが見えたんで、僕は慌てて走ってって、その非常口まで行って、ちょっとって思って、戸に手をかけたら、ガチャってなった。そうなんですよ。僕、内側から鍵閉めてるから、開くわけないんですよ。え?と思って、振り返ったら、そのおじさん、今僕が座ってた椅子に座って、本読んでるんです。